さあ今日はですね GHX ではなくて ZV-1 にね、ソニーの ZV-1 に持ち替えて今歩いて喋ってます。ホテルをね今出まして、とりあえず行き先全然決めてないんですけど、っていうのも、今日今朝この近くにね、まあ、近くっていうのも15分ぐらい歩くんですけど、波の上ビーチっていうビーチがあって、そこでちょっと集音、波のね音を32ビットフロートの音を取ろうかなと思ったんですけど、ちょっと工事中で工事のね音がだいぶ入っちゃう感じだったので、ちょっと一回そこを離れまして、海の空公園だったっけな、そういったちょっと公園があって、そこでちょっと集音してきました。はい、でそれはまた後で編集してお見せしようかなとね思ってます。すごいね小さな波の音が取れたので、まあ、小さい方の32ビットフロートがどんな感じかっていうのをね後で編集してみようと思います。で今日は、ちょっと予定が変わって相方さんと別行動をしてます。はい、なので今僕が一人でね歩いてこの沖縄の街を歩いてるところです。はい、なのでちょっとこの後ね、どこ行くか決めてないんですけど歩いて行ってみようと思います。さあうちの相方さんがこの辺にいてお土産を買ってるらしいんだけど、もしかして会うかもしれないね。うん、今日はね本当は裏添えの方行こうとしてたんだけどね、裏添えの観光地、外国人住宅跡地だっけ、なんかあの辺も今ねだいぶ外国人が住んでた住宅地を、普通のねテナントさんが借りてなんかお菓子屋をやっていたり、なんかアートギャラリーをやっていたりっていうね、港川外国人住宅っていうね観光地があるんで、そこもねぜひおすすめです。個人的にはねなんかほうき星っていうねカヌレ屋さんがあって、そこのカヌレがうまいっす。さあ国際通りですね、こんな感じでお店もいっぱいありますね。この文化や雑貨店とかよく来ますけどね。ここが荒垣チンスコ、あ臨時休業してる。あ、ベニーモタルト。さあお菓子御殿ね、お菓子御殿こんな感じでね、お菓子御殿ちょっと店内はねちょっとカメラ回すのが一人だとしんどいんで、ちょっとこう外観だけをね映してますけど、よいしょ、こんな感じで飲食店がいっぱいありますね。お、ヘキヘキ、ここ鉄板ステーキ屋、美味しかったな一回行ったけど、女のね人がオール店員女の人、レストランステーキヘキ。さあぼちぼち11時なんですけど、まあまあ人いるかな。うん、2年前に来た時はねもっと人いなかった、もっと閑散としてて、ね、ちょうど緊急事態宣言がどうとかやってた時だよね。今はねもうだいぶ休業してるお店とかはないね、あんまり、まあ、入れ替わりとかはすごいあるんだろうけど、あの2年前に比べたらだいぶお店やってますね、人もいるって感じ。当時2年前来た時学生がいなかったよね、まず修学旅行っぽい学生さんがいなかった。うん、さあこんな感じで風景を映してますけど、
やっぱね ZV-1 いいですね。うん、改めてあの軽くていいですね。やっぱ街歩きはこういったコンパクトカメラの方が楽。やっぱあのパナソニック GH6 とかソニーのねアルファシリーズのねごっついやつとかもいいんだけれども、重たいね。だからこういう Vlog っぽい映像を撮るときは本当コンパクトデジタルで十分だね。というわけでございまして、今から昼飯を食おうと思います。はい、こちらが国際通り付近のアメリカンダイナーズートンズです。店内の壁中に貼られたステッカーや雑貨を見るのも楽しい沖縄を代表するハンバーガーショップ。首里にも姉妹店があるそうです。とっても居心地のいいお店でした。思わず夕方までいようかなと思ってしまうほど雰囲気のいい感じでした。メニューも様々なものが用意されていて、今回自分が頼んだのはアボカド自家製ベーコンバーガーでした。ソフトドリンク以外にもオリオンビールやハイボール、ラムコークといったアルコール類も充実しております。ニコちゃんマークの書かれたお皿にポテトとこんだけボリューミーなハンバーガーが登場します。アボカドが苦手な方にもチリバーガーやサルサバーガー、ハンバーガーなども用意されております。ピクルスやハラペーニョ、チェダーチーズ、目玉焼きなどのトッピングもできますので、ぜひぜひチェックしてみてください。お昼ご飯食べまして、再び国際通り歩いてます。さあだいぶね、学生さんも多いですね。さっきズートンズの中にも学生の、ね、多分修学旅行生だと思うんですけどいて、ハンバーガーをね注文してましたけど、だいぶこういつものというかね全盛期の国際通りという感じではないけど人は戻ってきてる感じがありますね。八千文通りなんかも見れたらちょっと行ってみようかな。あ、ズートンズ美味しかったな。自家製ベーコンがね美味しかった。あの自家製ベーコンを使って目玉焼きとかは食べたかったかもしれない。本当なんかちょうどいいね塩味というか、となんかな、お肉もこう歯ごたえがありつつも柔らかく、なんか本当美味しいベーコンバーガーでしたね。サルサバーガーとかチリバーガーとかね、あとなんだ目玉焼きバーガーみたいなのもあって、トッピングもいろいろあったんでね、非常に美味しかったです。ソニーのカメラは本当いいよね。欲しくなるもんね。あのアルファのフルサイズとかも欲しくなる。ただ高い。レンズを合わせたりするともう本当50万60万なんなら100万とか余裕で超えるからね。ちょっとそう簡単には買えないし、ただあの GH6、 ちょっとカメラの話になっちゃうんだけど、パナソニックの GH6 はもう予想以上にいいカメラですよ、あれは。なんかあんまりね、こうソニーにもうみんなソニー使ってて、もう GH シリーズのね人気はもう終わったかっていうぐらいのソニーの強さではあると思うんですけど、全然僕はねパナソニックの GH6 好きですね。だから結構あの YouTube とか見てると、あのカメラ系のね YouTuber の方、本当の本職でカメラをやってる方が YouTube やってる動画っていうのが結構多いと思うんですけど、みんなソニー使っててね、でパナソニックの GH シリーズもいいんだけど、やっぱオートフォーカスの部分とか、まああとねフルサイズとマイクロフォーサーズのねセンサーの違いで、まあ暗所とかでね、綺麗に映るか映んないかとかね、アルファ 7S3 とかね、アルファ 7R5 っていうのが出たんだけど、
あれはちょっと欲しいって思っちゃったね。あ、なんとここでうちの奥さん登場。ちょっと一回カメラを止めましょう。今ね、歩いてたらちょうどうちの相方に会いましてね、奥さんに会いまして、うん、やっぱり会うよな、うん、で、まあ、またね、ちょっとまた今日は別行動なので、あの続きを撮っていこうと思います。市場本通り、市場本通りです。市場本通りに来ました。こんな感じでアーサーとかね売ってますけど、ちょっとざーっとね流していく感じで、お、サトウキビとかも売ってますね。バナナとか、まあ普通のねこういうお土産屋さんって感じですね、うん、サンダルね、オリジナルサンダル作ってくれるのかな。さあ市場本通りを歩いてますけど、さあこういう感じで、はい、こういった宝石屋さんでねプレゼントなんかするのもねいいんじゃないでしょうか、うん、ちょっとネックレス欲しいなって思ってるんだけどね、なかなか一目惚れするようなものに今んとこ合ってない。さあさあさあ、おっと、この辺は泡盛だね、泡盛。昨日琉球王朝、これね琉球王朝の古酒昨日飲んだけどうまかったな、うん、これ人気だよね、菊のつゆ VIP とかね、沖縄といえばやっぱ泡盛、そして古酒ね、うん、普段ねそんな自分飲まないんですけど、こういった旅行とかに来るとね、まあそんな酒も強くないんでロックで一杯程度飲むんですけど、うん、泡盛なんか好きになってきちゃって、ちょっとね地元帰ってからも泡盛飲もうかなと今考えてますけど、さあお土産屋さん、そうウルトラマンもねマスクしてますよ。あ、ここだここだここだ、八千雲通り来ましたね、壺屋。お、こういう感じで八千雲通りですね。前ね買ったとこどこだったっけな、あ、ここだったな。おお、あ、すごいですね、なんかじゃあカメラダメですか。ダメかもしれない、わかりました、すいません。ちょっと中の映像は撮ることできなかったので、ちょっと外のね景色だけでも、さあここはね、あの八千雲通りといって、あの、まあ、陶器、沖縄の陶器ですよね、こういったお皿とかカップとかね、茶碗とか、まあ、お箸とか売ってるねエリアになります。ちょっと中は多分ね撮影難しそうなので、まあ、表のね、部分だけなんですけど、こんな感じで八千雲通りというね通りがありますんで、ここはねなかなか暇潰せると思いますよ。うちもね八千雲を買ってねマグカップとかね持ってますけど、ここ壺屋っていうね、いろんなねこう壺屋がねあるんですよね。こんだけ壺屋マップみたいなのがね、こうマップがあるんですけど、こういうのを見てね、回ってみるのも面白いかもしれませんね。よいしょ。なんかねこう有名な先生とかもねいるみたいで、で多分ね体験でね焼き物の体験とかもねどっかでやってるんだよね。そういうのも参加したいなと思ってるんですけど、うん、いつかはねまた来た時に。お、ここは壺屋焼き物博物館とかもあるんだね、うん、博物館もあったりですね。
なんかねこの辺ねこうやっぱ壺屋が多いんで、なんかすごい街も静かでね、この辺住みたいなって思っちゃうぐらいなんですよね。家賃とか高そうだな、でもな、うん、なんかこうアーティストな感じ、アーティスティックなこうバイブスがあるなって感じだよね。こう生命の息吹というかさ、そういうものを感じます。シーサー工房、中ヶ原のね屋根いいよね。お、シーサーがいますね。まあ本当ね、ここを今こうカメラでねこうさーっと流してるだけなんですけど、本当ねここゆっくりね見たら、本当自分の気に入ったね壺とかね、お花を生ける壺とかね、こうやってね絶対お気に入りのアイテムが見つかると思うんで、もう絶対おすすめね。こういったシーサーをね家の玄関の前に飾るもよしね、オリジナルの茶碗をね作って家持って帰ってそれでご飯を食べるもよし。あ、陶芸体験やっぱやってるよ。陶芸体験とかやってますから、こうやってね。さあね、これね、あの本当表面的なところしかお伝えできてないんですけど、本当ねここは奥深いね、こう沖縄の歴史とこう職人のねこう魂と、ね、そういったものをね感じることができる場所だと思うので、沖縄に来た際はぜひこの八千文通りね、壺屋八千文通り、ちょっとねあのいつも僕迷子になっちゃうんだけど、多分ね商店街の人とかに八千文通りどっちですかって聞けば絶対わかるんで、来てみてください。よし。さて今は久米の2丁目というところにいますね。でちょっといろいろとお土産物を買って、で大きなね土産とかは郵送にして手続き済まして今久米というところを歩いてますが、ちょっと一軒ね行ってみたいコーヒー屋があって、ここだここだ、テイクアウトコーヒー、アグロ焙煎コーヒーというねお店の前に来てます。多分ここだよな。ちょっと入ってみよう。さあこちらがレイヤードスタイルアイスコーヒーってやつです。なんか混ぜずにお飲みくださいって言われました。ちょっと飲んでみようと思います。うわ美味しい、めちゃめちゃ美味しい。これね正直まあ一口飲んだだけの感想ですけど、今まで飲んだアイスコーヒーの中で一番うまい、マジで。うわ美味しい、あこれはうまいわ。ほのかなミルクの甘みなんでしょうか、うん、わこれはうまい。何なんだろうこの甘みは、ガムシロップじゃないと思うんだけど、ミルクの甘みとコーヒー自体は、うん、そんな苦くもない。かといってカフェオレともなんか違うような、なんか混ぜずにっておっしゃってたんで、うん、これは美味しいです。うん、ナチュラル
ナチュラルなね感じがしてめっちゃ美味しいです。さあこれをね、飲んで、ちょっとね土産を買ったのでそれをホテルに置いてきて、でこのあと5時まだ2時なんですけど5時半にかみさんとね、待ち合わせしてるんでその時間までちょっとまた時間を通じたいと思います。はい、というわけでね今回はあんま僕が映る回数っていうの少ないかもしれないんですけど、まあ、こんな感じでね沖縄の旅をのんびりと撮影してます。でズームのね F3 ピンマイクつけてね喋ってます。というわけでございまして2日目はこれで終わりかな。この後夜ご飯食べ行くんですけどそこはちょっとあんま撮らないようにしてね、食事を楽しんで旅を楽しもうと思います。はい、それではまたお会いしましょう。 Peace out.